炭酸水好きなユッキーのシュワシュワ動画始まりました。久々ですが、今回はですね、新しい、炭酸飲料が出ました。炭酸水ですね。じゃん、カナダドライの強炭酸水ザ、ストロングザ炭酸。無糖ノンカフェイン、ゼロカロリー。これつい最近発売されたやつですね。はい。ザ炭酸は、磨き上げた水と澄み切った泡、そしてキレのある美味しさを、追求した強い刺激の炭酸水です。原材料名が、炭酸と、炭酸水素ナトリウムとクエン酸ナトリウムと、リン酸 K と、リン酸ナトリウムです。これ K ってことはカリウムかな。リン酸カリウムかな。いろいろ入ってるな。久々にいろいろ入ってるやつ見たな。内容量が 490ml。こちらは、販売者コカ・コーラ。コカ・コーラです。はい。製造者は書いておりません。ででん、俺は見逃さなかった。栄養成分表に、表示に、書いてありました。エネルギーが0カロリー、タンパク質0カロリー、0グラム、脂質が0グラム、炭水化物0グラム、括弧糖類0グラムと、ここに書いてあります。食塩相当量が 0.05 グラムと書いてあります。で、カフェインが0ミリグラム。食塩相当量が 0.05グラム。ということは、食塩が入ってるやつまた来たか。最近あれなのかな、食塩入ってる炭酸ブームなのか。あ、炭酸は強い。強いですね、これ。めちゃくちゃ強いですね。すごい、なんか。全然止まないぞ、この。止まないっていうか。すごい勢いだ。これ見て。ほら、シュワシュワ言ってる、ずっと。いただきまーす。まあ、やっぱり若干、なんか、やっぱなんか入ってる感はあるな。あ、でも食塩 0.05g って書いてあるけど、別にしょっぱくはないですね。うん。しょっぱさは個人的に俺の舌では感知できない。うん、あ、やっぱこの、なんか入ってる、なんか入ってる、えぐいこともないんだけど、ちょぴっとだけこの、なんか、喉の奥のあたりで、渋さというか、えぐさというか、それは感じますね。ただ炭酸はめちゃくちゃ強いですね。うん。ようやく収まってきたもんね、これね。でもまだずっと出続けてるんで。
まあ、口に含んだ感じだと、なんか、コカ・コーラよりは炭酸弱い感じはするんやけど、そんな感じないですね。強炭酸かって言われると、口に、これで見た感じは確かに、あれなんだけどさ。カナダドライと。ちなみにこちらの、これのレモン味も出てます。多分、あれなんだろうな。暑くなってきたから、今日めっちゃ暑かったけど、東京25度あったけど、それに狙ってあれなんかな。それに狙って、暑さに狙いをつけてきた。あれ？カナダドライ。あ、あったあった。あ、でもやっぱりしょっぱいかもな。なんか落ち着いてきたら、炭酸で紛らわされてたのか、ちょっと、ちょっとしょっぱい気もしないでもないな。だんだん炭酸が抜けていくにつれて、なんか闇が暴露されてきたね。これつい最近多分発売されたんですよ。多分3月中に。2018年の3月中に発売されたと思うんだけど。やっぱり酸味みたいなのありますね。クエン酸、このナトリウムの、クエン酸ナトリウムのせいでしょうね、多分。結局、炭酸で、舌がバカになってただけなの。だけだな、これ。よくある、あれっすね。あれやわ。サントリーの炭酸水と同じような味するわ。ただサントリーの炭酸水よりかこっちの方が炭酸強い気もしねえでもねえけど、どうなんかな。別に飲む分には割と普通に飲めるんだよな。この後味のあたりに、酸味が、ツンときて、で、プラス、ちょっと、渋みというか、えぐみみたいなのが、来るんですよね。ちなみに、これのレモン味もありますけど、まあ、俺は飲まないんですけど、まあ、大体こういうのはまがいもんなんで、このレモンエキスの、原材料名が、レモンエキスと、違う、レモン味ね。原材料名がレモンエキスと炭酸と香料と、炭酸水素ナトリウムとクエン酸ナトリウムとリン酸カリウムと、リン酸ナトリウム。まあ、大体香料で割と、レモン味のやつで、ごまかされてるから。でも、サントリーの、なんだっけ、南アルプスの天然水だっけ？あれの炭酸バージョンのやつのレモン味は、うまかったなぁ。あれ、香料とか使ってないみたいですね。レモン果汁自体使ってるみたいな。これもレモンエキスって書いてあるけど。まあ、香料使ってるから多分割とごまかされてる感はあるよね。
まあでもこれ炭酸は強いんじゃねえか。うん。多分。シュワシュワずーっと言っとったから。まあだから、あれな、あれかな。なんかクエン酸とかの、あの入ってる炭酸水でもいいって人ならいいんじゃないですか。あの、酒の割り剤とかで。まあストレートで飲む分にはこれはあれダメなんだな、これ。ああ。ストレートで飲む分には確実にこれはダメでしょうね。まあこんなのわざわざストレートで飲む。ストレートで飲むっていうか、その、うん。もっと美味しい炭酸水なんていっぱいあるわけ。だから、こういうのって結局、まがいもじゃないけど、あの、その、クエン酸ナトリウムとかいろいろ入ってるやつで、あの大体割り剤用なんだよね。結局ね。食塩も入ってるしね。うん。うん、これは結局、割り剤用に使うのがベターでしょうな。うん。まあ、それでもいいって言うんだったら別に。炭酸はかなり強そうな感じはするん。うん。見る限り。まあ、これはまあ三つ星でしょうな。ああ。ということでご視聴ありがとうございました。